こんにちは、ゆうです。バザーのお時間です。はい、今日誕生日の方おめでとうございます。はい、あのちょっとめちゃくちゃね、ドライアイでね、今ちょっともう今日メガネモードです。はい、昨日の生放送、あのお付き合いくださいありがとうございました。ランダンね、もう2夜連続ランダン生放送、はい、配信ですね。はい、なんかようドラマとかありそうですね。はい、まあでもまあ多分ね、宮川王冠取れるだろうっていうところまで行けたんで、あのゆうで教えてくださった方ありがとうございます。はい、それでは今日はね、せっかくね、あの前回の動画でベニマルが弾けたので、ベニマルリーダーにしてね、まあ、11はねちょっとシュミパで行きたいな思ったんですけど、だから11行こうかなと思ったんですけど、ちょっとねリーダースキル上定まらんくて、あんまりブレブレなんで、最近の僕ねブレブレなんで、はい、クエストレベル13ね、ちょっとやっていきたいと思います。それではね、早速パーティーご紹介したいと思います。はい、こちらですね、もういっそガンダムで染めてしまおうという感じです。気持ち、あのテンスラのキャラもう一体入れてます。はい、それではご紹介しましょう。はい、リーダーのベニマルに小学生全般の強化、リーダーチェン大戦にスキルチェン2つで、鬼滅の打撃武器ですね。はい、こちらですね。リーダースキルが非闇の同時攻撃でダメージを激減、攻撃力が35倍、4コンボ加算、悪魔タイプの HP が 1.1 倍、回復力は3倍となっております。で、こちらがフレイですね。フレイに直接全パラ強化、アシスト無効潜在にスキルチェン2つ、これがヒロアカのトドロキ君武器ですね。なんかヒロアカ原則めちゃくちゃ熱いみたいですね、最近が。僕もあんまりわからないんですけど。はい、で、こちらガンダムバルバトスループスレックスです。はい、小学生10項目強化に、上演解放スキルチェン2つに、これもうつけっぱなしです。はい、つけっぱなしです。はい。情熱のルビー、フェスゲンの、シルクの武器だったかな。はい。こんな感じです。で、こちらがガンダムバルバトスループスですね。はい。小学生スキルプラスに、潜在がスキルブーストプラスに、バランスキラー。これもつけっぱなしですね。はい。で、アシストが10連ガチャパワーとなっております。で、こちらがネオジオングですね。はい。ネオジオングに、小学生、上限解放。で、悪魔タイプ付与するために、キラークイーン武器つけております。まあ、キラークイーンで、はい。つけております。スタンド。ジョジョも好きなんで、はい。で、こちらがシナンジュですね。今回シナンジュと組み合わせてみました。自前で用意しております。で、小学生浮遊にスキルブーストプラス、スキルチェーン2つに、ベニマルがね、T 字武器じゃ、T 字消し強化持ってるんで、まあ、どうせなら、シナンジュもつけようかなと思って、はい、こんな感じにしております。で、バッチはガンダムコラボバッチです。はい、それでは、ね、6月クエストレベル13やっていきたいと思います。それでは、水分ちょっとね、いろいろ。またね、外がね、ちょっとね、もう、ええてぐらいね、ちょっと、探しいんですよ。やめてくれなって思うんですよね。まあ、向こうもお仕事なんでしょうけど。で、ロッカーの、タクティカスなんとか使っといて、で、情熱ルビーはね、ワンちゃんも、刺さるとこに行った刺さるかなと思ってるんで。ミス感がね、俺ミス感数にしとけばよかったなと思って。で、これ使って、シナンジ使って、ここは特定してもらって、はい。76になった途端も、もうあかんよね。あ、しかも無効感数なかった、やっぱり。個数が絶妙に足りん。よし。あ、ちょっとね、削れるんや。オッケー。はいはい。これ無効感数足りんよね。キラークイーン。キラークイーン、ナイス。はいはい。これで、あ、向こうに交換数決めてると思った。OK! よし、ちょっと待って、お邪魔に目覚められてる。お邪魔に目覚められてるよ。無交換数だったら全然少ないですよね、ほんまに。お邪魔のロック目覚めまで来ちゃって。あ、チェンクだって。じゃあ、ベニマル使いましょうか。これあれかな、
L の方がいいかな。 T もあるし、どうなんですかね。これで音を閉じといて、これでいいか。よしよし、 OK。 これでいったでしょ。なんか今のボンボンぐらいやったらいけそう。 OK OK OK。 いけた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 。で、金ゲームになるぞ。あ、よかった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 、ちょうどよかった。情熱のデリーと話そう。ごちゃごちゃうるさいよ。だからさ、ごちゃごちゃうるさいよ。何やろ、毎回その、うるさくていいから、どこで出てくれるか言ってくれたら一番ね、嬉しいんですけどね。あとギャウギャウ、ギャウギャウ、どこに出てくるか選びみたいなのあっていいと思うんですけど、僕もそろそろ。どこの階層にギャウギャウを設置しますかとかね、あったらね、嬉しいですね。はいはい。って言ってる間にお邪魔目覚めを終わらせるという作戦でございます。で、これは、何やな。それ抜けるな。抜けるかな。はいはい。はい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 。はいはいはい。待って、お邪魔消すのになんかもう集中しすぎて。はいはい。よしよしよし。オッケー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 。で、次が、サンフラ。サンフラでこんなに勝負してたんか。で、アイドルスネーク。飲食人ね。飲食人の方やったら、ここから、クエン、クエンダーなと思って、僕、あれですね。レッドアイズ、レッドアイズと同じ技、技名だと思ったら、これもある。あんな機能、ちょっと喜んでたらね。もう放送中にも出たんですよね。はい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 。ギジゲシ決めていって。オッケーオッケーオッケー。よし、OK。で、威嚇が通る的にはネオジオングが刺さるんで、挑戦。挑戦の学生の子やったっけ。あ、ネオジオング刺された。よし、忘れましょう。雲は珍しく積んできてるんですよ。はい。これあるから、ちょっと待って。あ、この時あれか、あれですね、あれですね、何やったっけ、バルバトス、バルバトスの使いどころが、いまいち分かってなかったんですけど、使ったらよかったね。え、でもあれやん、属性吸収の効果もあるもんね、だって。あかん、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 あかん。ねえ、誰だっけ、この人。カーン、ごめんなさい、お腹鳴りましたね。はい。絶好の吸収でしょ？じゃあ、これどうしよう、もうここで使とうか。だからさ、これじゃあ、うるさいよ。うるさいよ。ね、特権、イエロー。ベルフリア使って、はい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 。あ、ちょっと L 字にしてるから、ここで組み直して、はい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 、OK。よし、OK。はい、はい、はい、コンボ加算して、はい、これでボスじゃないですかね。記憶が正しければ、OK。迷える旅人よ。さあ、まどろめ。ルーレット？どれが幻か。ルーレットは嫌よ。じゃあ、もう一応、ネオジオンズ使っといて。オッケーオッケーオッケー。で、もう、なんか、これ、もう操作時間を2倍にして。で、これが、キーが多めになったら、ここでいいや、もう。で、速攻。で、であるからもっとよこせして、はいはい、よしよし、はい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 、 T 字ね、 T 字、はい、ここでいいか。なんか間の闇を惜しいけどいけるかな、これで。うぇー、ベニマルシナンジュ。なんとか軍、なんか言い切れんかったけど。
クリアですあ、よかった。あ、それではちょっと動画見ときます。はい、動画見終わりました。それでは報酬受け取りましょうか。はい、受け取りましたと。じゃあ最後にね、ちょっとガチャを一回だけ。あ、ユーザー情報、購入歴、ムラヘブ20個。ちょっと一回だけね、ちょっとつまもうかなと思って。ワンチャンもうワンベニマル欲しいんで。よっしゃ、もうこの人ばっかり、もうなんかその、いやー違う、一体目あった、ありがとうございます。誤解しておりました、カリオン様。ビーストロー、ちょっとあの何をおっしゃってるか分かんないんですけどそれでは、はい、今回はこの辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。よろしければ、動画の評価や感想、あ、評価をで、あかんな、締めのセリフ忘れたな。はい、もしよろしければ動画の感想や、評価これかよろしくお願いします。はい、それではね、今回のお相手は私ゆうでございました。それじゃあね、バイバイ。